まっちゃんねの、まっちゃんすこーだー。はい、てなわけでですね、予定がすごいありまして、5日ぶりぐらいに久しぶりに動画を撮るのですごい緊張してるのと、5日ぶりぐらいに編集をするので編集が下手だったら本当にごめんなさい。で、今回見つけたものはこちらです。このインスタグラムのブラシクレンジングシートっていうのを見つけました。水や洗顔を使用せず、これ一つでブラシの汚れを落とせる便利なシートです。毎日の汚れをシートで拭き取ることで衛生にブラシを使用することができます。メイク落としだと思って買っちゃった。いや、中井さん、違うの。私がやりたかったのはメイク落としだと思って買ったブラシ用のシートだった。ブラシしか洗えなかった。ああ、いや、中井さん。ですが、ここは一応気を取り直して、これで顔面撮ってみようと思います。まあ、とりあえずね、まあ、このメイク落としはまあスルンと取れちゃうと思うんですけども、これでメイクのブラシの汚れが取れるんだったらメイクも取れるんじゃないかっていうことを今ひらめいちゃったので取っていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。それではレッツゴーデン松チャンネル。普通にまあメイク落としで取っていくって言うてましてもですね、普通にちゃんと使わないと結局どう使うのっていうあのクレームをいただく可能性があると思いますので、まず普通に使っていきたいと思います。だから平らにこんな感じで広げて、このこういうブラシをこうやって拭いていく感じだと取れるので、お、すごい、結構取れてるわ。本来の色が何色だったかもうあんまり覚えてない。しっかりね、ちゃんと取れてるっぽいです。なんかまあこういう感じでブラシの汚れを取っていくっていうのが用途みたいですが、今回はそんな風には使えません。先ほども言った通り、私はこれをメイク落としに使っていた。だけどこれを使わないと結局どうなったかわからない。いろんなところに物を飛ばしすぎたよ。はい、というわけでまず本日はこちら顔面半分をこのメイク落としで、もう半分はブラシの落としのメイクでね、なんか変なこと言っちゃいました、ブラシの汚れ落としのシートで顔面取ってくれると思います。成分一回確認しよう。あ、よくわかんないけど、結論水入ってるから OK。 はい、じゃあいきます。これはね、まあいつも通りなので出来上がりの状態をお送りします。どうぞ。はい、出来上がりました。まあ、あんまり変わらないって言ってくれました、プロが。OK! じゃあ、続きましてこちらですね。本当はブラシの洗浄用シートなんですけども。肌荒れそう、怖っ。え、待って、明日推しのライブ撮っていきたいと思います。お、シート的にはさ、がっちりしてるからさ、肌には優しいかもしれない。これと違うところは地圧で繊維が縦に入ってる分、ここの繊維と繊維の間に化粧を取ってくれてる感じですかね。はい、取れました。結論から申し上げますと、顔が痛い。こっちの方が当たり前のこと言うね。今からでメイクを取るときってあんま力入れないっていうか勝手に取れるんですよ。まあもちろん当たり前なんですよ。バリ力入る、めちゃめちゃ痛い。毛穴とかいつも取りづらいんだけど、デコボコでちゃんと吸い取ってくれるから、毛穴のここのね残りが全然ないのがすごいなって思いました。ですが本当に用途は守った方がいいと思います。あの口に入ったときに、このメイク落としあんまりすごい、なんだろう、やばいって味しないのよ。けどこれは味をする。なんかもうやば入ったらって感じ。はい、それではですね、少しでもあの参考になればなと思います。こちらの動画が良かったなって思う方もいらっしゃる、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、まつ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 チャンネルでした。